はいえー、じゃあ始まりましたね、2時になりましたから、とりあえず今、スラントさんと話をしようと思ってましたが、時間になりましたので始めたいと思います。はいえー、皆さん、今週も金曜日になりましたね、えー、2時になりましたので、今日も、えー、ジャカルタコミュニケーションクラブのフリープログラム、ディスカッションテーブルで、インドネシア語、日本語で皆さん、自由にディスカッションしていきましょう。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。はい、ええー、今日はね、えっ、ー、とあレイさんね、レイさんく熊仁太たンクジェーシーシーだね手任しますね。はい、ありがとうございます。ダニルマーレイさんクジェーシーシーはブラッパーラーマイーア。あ、電車電車多分時間。あ、電車で一時間ぐらい？はい、一時間ぐらいです。そうですか。昨日おテストをしたんですね、レイさん。はい。 どうでしたか、難しかった。う楽しかった。ひらがなから漢字。うん。うん。ああ、えー、なるほどね。みんなね、得意不得意というのがありますからね。日本語の勉強頑張ってください、ね、れいさん。ありがとうございます。はい、ええー、そして、今日は清水さんも、あの、初めから来ていただいてますね、清水さん。 はい、話ああ清水さんね、はい、えー、日本人代表でよろしくお願いいたします。戦争のお話ということで、ちょっと若干私もひるんでおりますけれども、<あ>しっかりとできるだけのことをみんなとちょっと会話していきたいなと思ってます。清水さん、よろしくお願いします。世代,世代が違い不意ないかもなと、うんまあね、思うんですけど、ね、それでちょっと今ね。あの年齢を、まあ、今日は、うん あ戦争について話をするのでみんなこうエチケットとかマナーとかじゃなくてちょっと年齢をしておきたいなと思うんですね。で、スラントさんが54歳ですね。はい。そして、レイさんいくつですか ?29 歳。もうすぐ30歳。はい、もうすぐ30歳です。いつですか、誕生日は ?12 月8日です。 おおそうですか。もうすぐというか、あと3か月ぐらいですね。はい、はいえー。カリナさんは何歳 ?35 歳です。35歳。見えないね、カリナ三十五5歳にな、ね。全然。ね。はい。そして、ワニさんは私は32歳。32歳ね。で、はい、ワトさんは リさんポスターの後ろのファドリさん三十九歳ねはい三十九歳,歳 <laughs> 先生に買っております <laughs> はいそして、えー、私カイキリが十六歳ですもうあと一か月で六十七歳六十七歳になりまたはもノくの六十七歳になりますカイキリがねはい、えー、でえー、っとあすいません清水さん清水さんもう一度伺っていいですかなん何歳でしょうか年七十歳です 70歳ですね。はい、ということは、えー、カイキリと清水さんが、ジェネレーションがだいたい同じですね。<laughs> 同じ世代です。そしてうんと、カリナさん、ワユさん、レイさんがだいたい同じぐらいかな、ね。レイさん29歳、ワユさん32歳、カリナさん35歳。で、だいたいジェネレーションが同じ。で、パドリさん。 が39歳、まあ、カリナさんとも近いですけども、あの一つジェネレーションですね。そして今日はスラントさんだけちょっと友達がいない。同じジェネレーションがいないということですね。でもスラントさんのお父さんが84歳 ?84 歳ということですね。すみません、あのお母さんですね。お父さんはもう亡くなったら。どうですかお母,さんお母さんが今84歳。はい。どうですかわかりました。で今日は まあ戦争について考える。なぜなら、今月は何月ワユさん。今月は何月ですかはい、今月は8月。8月ですね。8月,8月は、インドネシアにとってとても大切な日があります。明日ですけれども、これは何の日ですかレイさん。明日は何の日あ ?6 月記念,記念日。

これ、ちょっと結構日本人はあちょっと混乱してる、ちょっとコンフューズがあるかもしれない、なんとなくオランダと日本、えーまあ、オランダがいて、そしてオランダから日本があ、じゃあオランダから助けてあげるねって言ったんだけど、結局日本が結局また、あのー、インドネシアの中に入ってきてっていうのと、この辺がすごく複雑なので、まあ、最終的には学校ではどこから独立しましたと勉強しますか日本から オランダからこの2つの国から、スラントさん。2>, えー、2つ国は全部あります。つかじゃあ、はい、やっぱりカリナさんの答え通りですね。インドネシアは日本とオランダから独立したんですね。そう、でもあの最後は日本から。 日本からなんですね。うんうん、そうですね。で、あの、まあ、こ,こ,こ、この話というのは、あの、いろいろ複雑な話がたくさんあるので、なかなか先生もちゃんとお話ができないんですが、あの、日本の有名な劇団で、劇団四季というミュージカルテアトルがあります。劇団四季というミュージカルの劇団があります。テアトルがありますね。その劇団四季の ミュージカルで「えー、南十字星」というタイトルのミュージカルがあります。でそこで、えー、とても分かりやすくというかね分かりやすくあのこのインドネシアが日本とオランダから独立する時のドラマ。 これがあ表現されています。ドラマになっていますん。いつか何かね、機会があったらみんなで見たいですね。実は先生、ビデオを持ってるので、DVD を。みんなで見たいな。まあ、こ今度またね、去年みんなで会ったじゃない、ジャカルタで。ジャカルタで会いましたよね、スラントさんね。 またみんなでジャカルタで JCC で会ってみんなでこの南十字星という、ね、あのミュージカルドラマを見ましょうとてもいいあのドラマだと思います、はい、でインドネシアの独立記念日は明日た8月17日ですで、えー、ということはインドネシア人にとってこのお、まあ、第二次世界大戦ですね第二次世界大戦は独立で終わったんですね 独立じゃでなんかポジティブですかなんかイメージはどうイメージはポジティブ終わった時のイメージあるいはネガティブがマニアカーちがあクアダチあそれはもちろんポジ,ポジティブですハリオさんねはいハリオさんねどうぞハリオさん車の中はいそれはもちろんポジティブですがでも、うん So, uh, 1900, 1945年11月は、うん、オランダはまた来たんですよ。よ、うん、もうちょがうん、朝行きたら。うん、そしてまた戦争が始まる<ー>のえ。1945年の11月あ、はい、多分と思います。多分と思います。それは、シュラバヤの敗戦です。はい。 えじゃあこれはちょっと先生は後で、えー、調べて勉強してみますねハリオさんありがとうございますじゃあ,あの、まあ、1945年の8月17日にインドネシア独立したけどその後もちょっとま,まだあの大きい問題が起きたりとかしたんですねはいありがとうございますで日本人にとってこの1945年8月というのはまあとても大切な日が3つあります。 3つあります。3つね。はい。わかる人手を挙げてください。大切な人は3つあります。わかる人手を挙げてください。はい。えー、すいません。<ー>はい。ハリオさん、どうぞ。あーえっと、1>, 1つはですか 1> はい。これは何日ですか ?8 月何日、えっと、?8 月、パタ,タンガーダンアグスプス。 あそうです。正しい。ハリオさん、8月6日です。そ,うですそして次はあ次は、長崎、の原爆のメです長崎。何月何日 ?8 月あ3月3日。うーん、ブトゥー9日です,すごい。すごいですね、ハリオさんね。8月9日、長崎に原爆が落とされました。 そしてもう一つ日本にとってとても大切な日8月何日何がありましたかはいえっと最後は8月15日戦争の終わった時そうですはい8月15日日本の終戦記念日ですこの第二次世界大戦が終わったんですね、えー、なぜならやはりもう実は日本は1944年とかもうどんどん あまり勝ちそうになかったんですね勝つことができそうじゃない感じだったんです。クリアタンティダブギトああかん無難ですがもうあの日本もとにかく最後の力を出して頑張っていたんですが8月6日に広島に原爆が落とされてもうこれは信じられない力ですね。 この原爆というのは信じられない考え方考えたこともないような爆弾、まあ、昔爆弾というとボーンと落とされて本当に少しあのダメージを受けるだけだったのがこの原爆というのは、えーえー、全部で20万人の被害が出る20万人ですねドアラトス・リブ・オラン、えー、ぐらい亡くなった人は14万かなとにかくすごい、えー、被害が出ましたで日本は えー、こんなひどいことになってしまったってすごくもうびっくりしてどうしようと思っていた3日後に手が張りすすだ長崎にまたもう一つ原爆が落とされました。だからもう日本はもう,もう何もできない状態になって最後はムヌリマから ですね、敗戦を受け止めました。日本が戦争に負けるということを受け止めたんですね。なので、日本にとって8月というのは、やはり戦争が負けたとてもとても辛い月ということなんですね。なので、今日は皆さんと戦争について話をしようと思いました。で、えー、特に今日は実を言うと、話はちょっと横道にそれますけれども、今日はフリープログラムのこのディスカッションテーブル、200回目です。200回。 200回目、すごいでしょドアラとスカリですよスラディスカッションテーブル。もう、スラントさんはハンピルダリプルタマですね。はい、ハンピルダリプルタマイコントですで。今日200回の記念日なのであの、とても大切なことをね、話をするにはとてもいいかなと思いました。みんな戦争についての意見を聞きたい。どんな意見でもいい。昔の戦争の意見でもいい。そして今、今世界の中で、 行われている戦争でもいい。みんな戦争はこうですっていう意見。じゃあまずスラントさんから聞こう。スラントさんの意見を聞きたい。戦争についてスラントさんはどう思っていますか何でもいいです。どんなことでも。あのー、うん、まあ。インドネシアよろしいですかヒダパパです。うん、えー、プラント、プランですね。 Eh, ada dua ada dua hal yang mendorong perang. Yang hmm. pertama adalah bisnis, yang kedua adalah harga diri suatu bangsa. Hmm. Jadi eh, apa namanya di dunia ini hmm. yang mendorong perang itu yang pertama adalah negara lain ingin eh, bisnis ingin mem ingin hmm. apa mengambil keuntungan, yang kedua adalah harga diri. Hmm. Itu, itu saja. Jadi saya kira kalau mau kasih eh, watak atau kak belum banyak globalisasi jadi perang masih sering. Tetapi sekarang sudah informasi sudah bisa diakses ke seluruh dunia jadi perang akan semakin sedikit. Mungkin itu ya. Hmm. あの、ちょっと先生もうまくうまくインドネシア語わからないとわからないんですが、やっぱりその戦争というのは自分が自分が得をしたい。ンダパトウンガン。ジャティ戦争になるということですかナントさん。もう一度、あのちょっとインドネシア語先生。すませんインドネシア語 Hai. Eh, eh. Sensei, cerita Seranto San mengertinya seperti begini, betul atau tidak gitu ya. Uh, bilang, uh, kenapa uh, kurang ada, uh, membuat kurang, uh, membuat kurang itu orang-orang uh, mau dapat keuntungan. Betul, betul. Itu yang pertama. Yang pertama, gitu. ya. Uh, nah, dihodone. Terus kalau mau dapat keuntungan dari misalnya ya kita jadi itu petani yang petani yang itu jadi uh, apa sih eh, eh, biji di tanam tanah terus itu yang dapat yang apa sih uh, uh, dapat itu sayuran itu dapat ini juga keuntungan tapi ini sebetulnya dengan tanah dan jadi tidak ada masalah apa apa tapi kalau orang pikir mau untungan dari negara yang lain, orang yang lain itu menjadi ケ喧嘩ですね。喧嘩ですね、喧でねじゃ喧嘩が起こってしまいます。もし友達との喧嘩だったらいいけど、これが国と国の喧嘩になると戦争になってしまうということですね。そうですね。はい。そうですよね そんな、ね、昔はね、やっぱり私はここの国が欲しいとかね、あのー、やっぱりそういう国と国との戦い、あ昔はまあ国の中でもありましたね。国の中で、ここの王様とここの王様が、そうもちろん、もちろん、もちろん。うん、で、この国の国の中だけだったのは今度は世界中の中で国と国が、そそそそう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 ,そうこの国が欲しい、もっと棚が欲しい、土地が欲しいと言って、どん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 ,どんえ大きな喧嘩になっていくって、これが戦争が大きくなるということです、はい Moku wa onaji desu. Ano nah, kuni no naka to kuni to kuni wa moku wa onaji to omoimasu. Mm. Oke, okay arigatou gozaimasu. Ja mou hitori daraka iken, ano, eh, ni tsuite hanasi o shita. Hai, Hario san. Hario -san okay, eto, mokrang, saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia, Oke, SMP. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan perang itu sendiri harus dipisahkan menjadi dua. Sampai. Ada perang konvensional dan perang uh, non-konvensional. Perang konvensional itu, perang itu, perang negara lawan negara. Maksudnya, mm -hmm. gitu. mm. perang non-konvensional itu biasanya perang yang negara lawan teroris mm. hangguk. Mm. nah mm. dari definisi itu, perang itu sendiri terjadi karena macam-macam. Satu, uh, saya kurang yakin perang itu bisa menjadi apa? Satu-satunya uh, bisnis itu salah satu-satunya alasan perang. Jadi nasionalisme, uh, apa? Apa tuh? Keinginan untuk menguasai dan juga ada kepentingan sumber daya. Itu yang menur menurut saya tiga penyebab perang. Namun ada juga motivasi psikologi seperti ingin apa Ingin berperang untuk masa depan yang lebih cerah. Fatwaeba Myanmar, Fatwaeba Myanmar no senso, no senso. Terima kasih. ちょっとおごめんなさいね、先生のインドネシア語録だとわからないところがあったんですけれども、でも、有吉さんがぜあの説明してくれた2つの戦争のタイプですね、国と国との戦争がある、それからまたテロリストとか反逆者、やっぱり国に反対するそのあの国の中の人たちとの戦いもあったりとかするので、あのまあ、いろいろな一口に戦争といっても国と国だけではないということですよね。はい、でももいずれにしてもなんか なんとなくあのよその国のものが欲しいだったりで、えー、自分自分たちが正しいそっちは間違いだっていうあるいは自分たちが上に行きたいどこかよりどこかのより上に行きたいお前たちは下だっていう風なねなんかそういう感情で なんとなく戦争っていうのは、なんかいつも起きてるなっていう気がするんだけど、戦争ってなくなりますか最後に、戦争はなくなる、みんな戦争って嫌でしょ嫌なものだと思っていますね、皆さん。戦争はみんな嫌ですね。はい。で、戦争,、はい、戦争はなくなりますか 戦争は将来なくなりますかさあ、はいどうぞ。<あ>手を挙げて、手を挙げて、話してください皆さん。戦争は、いつか、将来なくなりますかさあ、誰か、に話してもらおうかな。はい、スラントさん、どうぞ。あの、戦争は、たぶん、いつ、までも、なくならない。うん、うん、どうしてだろう。あの、 えー、別の人間の頭と別の人間の頭がちょっと違いますから、うん、考え方が。たぶ<ー>、うん、そこし,しなるけど、なくなるは絶対になくなるはたぶ無理です。うん。そうね。これは、あの、人も同じだよね。みんな考え方が違う。 例えば変な表現でごめんなさいね、このラーメンは美味しいという人と美味しくないという人がいる。でそれと同じように、あなたたちは正しいって、いや、あの人たちは正しくないよっていう、この人たちがみんな世界中で生きてるわけだから、やっぱり戦争というのは、みんなが同じ考えになると起こらないかもしれないけど、絶対それは考えられないし、そんな世界は面白くない。みんなが全員同じっていうのはね。 だからどうしても少なくならないんじゃないかなと思って実はねあの私の田舎は広島ですね皆さん知ってますねもねで、はい、広島ってさっきハリオさんも言ってくれたように1945年8月6日に、えー、世界で初めて核爆弾というか原子爆弾が使われましたですごくたくさんの人が。 亡くなって、まあ、広島というのは、広島という街はそれでとても有名ですね。で、あのー、この原爆、原爆ね、このボムですね。原爆を落としたことは,はもう、もう多分日本人の人たち、ほとんど人は考えて、これ絶対いけないことだ。とんでもないって、人間がこんなことをするなんてって思うんだけど、例えばアメリカ人、 の人たちの考え方としては、もう日本はほとんど負けそうなのに絶対にやめない、戦争をやめない。ほら、ねがらじゅっぱんぶとるぶとるはんぷるがティダビサムナン、タピティダマブレンティブルヘンティ、ぜて、カロティダパケチャラボン、戦争にはマシランジトトトルス。 ジャテディ・ラム・ディ・マシ・バニャク・バニャク、スデニャ・ルサック・ニャ・バニャマカニャインダパとアメリカ、アメリカの意見は、この原爆は、この大きな大きな第二次世界大戦を終わらせるために、終わるようにするために原爆を使いました。って言います。で、実際に、あの、 原爆日本に広島と長崎に2つ原爆を落とされた6日後に日本は分かりました日本は負けましたと言って9月の初めに第二次世界大戦は本当にフィニッシュになったんですね。だからこの原爆というもの一つにとってもあれは正しかったという人と絶対あんなことはしちゃいけないっていう意見が2つあるんです。 ね、多分、スランドさんが言うことはそういうこと、多分、意見が違う。みんなが意見が違うと、やっぱりずっと戦争はあるんじゃないかという。さあ、じゃあ、他の人の意見聞いてみましょう。あ、みんな見えてきましたね。じゃあ、レイショウさんが入ってくれましたね。レイショさんの意見聞いてみましょうか。日本の若い、ね、若者を代表して、ちょっとあの戦争について何でもいいです。意見を言っていただければ。そうですね。私も今後、うん、 先ほどスラントさんですかね、言ってくださったみたいに、うんまあ、く完全になくなるのは、うん、かなり難しいのではないかなと思いますね。う,ん、うん。そうですねあの。やっぱり人間が感情を持ってくいる限りは難しいですか、英寿さん。まあ、価値観も違いますし、ね、意見も、ね、宗教も違います。うん そうですよね、うん、でよく最近言われるのがでもコンピューターとか AI だと感情抜きでいろいろ判断できるって言いますよね最近。それはどう思う ?AI が感情だから、うん、感情で動かない。だから感情で AI とかコンピューターって感情でいろいろ影響されないいろんなことが。 だからもっと正しい判断ができるんじゃないかというふうなことを言われるじゃないですか<ー>最近。これもちょっと寂しいというか、うん、感情がないのも、感情がない判断が必ずしも正しいとも限らない、ね。なるほど、なるほど、感情がない判断が必ずしも正しいとは言えない。 ね、あの日本語ちょっと難しい日本語ですからでも皆さんね, <laughs> これね多分あのもしかしてあの日本語能力試験一級一級ですかあああちょあ今ちょっと先生頭の中に混乱していますけども一番 N サトかもしれないですけれども、えー、感情がない判断が必ずしも正しいとは限らないプ,トトプ,プヌトスカンえプトスカンプヌトスカン タンパマーモンンパエモシイトティダトルトゥントゥタップブナール。ウトゥルですかねバーセンイドネシアは。<laughs> 大丈夫ですかねブムう,うん、はい、そう、感情抜けね。カイ、はい、ちゃんもいますね、今日はね。カイちゃんの意見聞いてみよう。日本人の若者二人、えー。やっぱ人もくっていうのがあると思うんで、うん、それこそなんか神話のなんか に人類誕生の時に人に身のところから人にそういう神の世界から追放された時からはもう人が欲を持っているから、うん、やっぱり欲がある限りちょっと人戦争終わらないんじゃないかなって思ううん、うんうん、はい分かりましたありがとうございますあの今集まってるねここに集まってるみんなって日本とインドネシアたまたまですねたまたま,たまたまでもこれは ジャカルタコミュニケーションクラブというあ、インドネシアのジャカルタにある日本語とインドネシア語を勉強している日本人とインドネシアの人たちのグループなので、たまたまではない、もう当然なんですが、でも歴史を考えると、このインドネシアと日本というのはとても深い複雑な関係。 複雑な関わりのあった国です。で、私たちはたまたまこうやって仲間になっている友達同士になっていますが、じゃあ、あの、あともう1、2分になりましたけれども、じゃあその、絶対終わらないだろうと思っている。みんなが多分絶対終わらないと思ってるけれども、じゃあ私たちはこれから、戦争という悲劇、悲しいことが、なるべくもう起こらないように、 何をしていく一人の人間として。ね。今、私たちはみんな大統領じゃない。大統領じゃないです。ね。あの、市長でもない。全然、こう、その、すごく上のポジションの人じゃないけれども、じゃあ、和湯さんとして、レイさんとして、これからどういうことに頑張っていきたいかということを一人一言ずつ言っていこうか。今日最後に。ね。はい。じゃあ、和湯さん。 何をしていきたいどうしていきたい <laughs> 戦争のない世界のために<ー>僕はこうしていきたいというのを。たぶん、さ <laughs> せ、むけん、む、はいまあ、むけん、あ、むけん、あ、むけん、あ<息>、むけあ、むけん、あ、むけん、あ、むけん、あ、ん、あ、む Karena kan perang itu, uh, yang setahu saya, itu adalah sifat, uh, ya, sifat manusia karena ingin menguasai gitu. Jadi, kayak ah, saya harus menang, nih, saya harus bagaimana hmm. caranya gitu. Hmm. Jadi, ayo kita bikin kelompok untuk menghancurkan mereka gitu. Bagaimana nah, hmm. itu? Kalau untuk, kalau tidak ada perang, <laughs> harus apa gitu mungkin mungkin harus ada namanya kerjasama tokah ano mm -hmm. antara uh, mereka jadi uh, bagaimana caranya uh, supaya tidak terjadi perang itu sama-sama saling menguntungkan gitu jadi bekerja sama uh, antara A dan B uh, jadi saling uh, apa supaya tidak tidak apa menguntungkan lah untuk tidak terjadinya perang gitu はい、ありがとうございます。Y さんはブルース・ハクルジャー様。うん、はい。はい、じゃああのちょっと皆さん簡単に、はい、あの答えてくださいね。はい。レイさんはああ戦争がない世界にするためにレイさんは何をしたいカム <noise> プロ、うんャー様ね。はい。いいですよ、じゃー様でんがまいさんね。はい。カリナさん行きましょう。戦争がない世界にするために、カリナさんはブルーサーハーパー。はい。あの、平和に、うん、なりますように、あの、み、うんなは努力を続けなければなりません。 いいですね平和になるようにみんなが努力をしていくことを続けるということですね。はい、うん、ありがとうございます。はい、えー、ハリオさんはスカランラギジャランですね。はい、カルビゲット、ハリオさん、微はい、ハリオさん、はい、戦争のない世界にするためにハリオさんは何をするそうですね。

はいじゃあ早く、はい、ごめんなさいすさとるぐどんからごめんなさいねはりおさんねはい、えー、じゃあえ小川さんとカイちゃんから一言ずつ戦争のない世界にするためにカイちゃんと小川さんは何をする戦争のなんか起きる起きやすい理由の一つ一つをちょっと解決を、うん、そんから解 会議し合って解決して一つ一つなくしていった方がいいかなって思います,、うんすね、あの <laughs> 本当に小さいことをとにかくあの一つ一つ見つけてこれがこういう問題があるよねっていうのをいろんな団体とか個人とかでね考えていくっていうのはあの小さいことからですけどやっぱりとても大切でしょうね。あの大川さんはどうでしょうか。私は自分ができることっていうとあまり大きなことができないので。うん 皆さんを、日本人っていうのは、こういう、なんかこういう、こういうのが日本人だよねとか、こういうところが日本って嫌だよねっていうのが、うん、もし誤解があるなら、私を通して、なんか日本の、本当の、本当の、今の正しい日本人を知ってもらうように、うん、いろいろな国の人とコミュニケーションを取りたいと思います。 なるほど。そうですね。あの、お母さんも私も日本人なので、とにかく、日本人はこういう人間ですっていうのを見,見せるっていうのはすごく大切ですね。確かに。日本人しかできないですもんね。はい。ありがとうございます。えー、っと、清水さん、どうぞ。清水さんとしては、はい。戦争のない世界にするために。えっとですね、あの、その言葉を聞いて、実は全然思い浮かばなかったんですけど、はい。<の>ええ、出てきた言葉が、 思いやり精神をみんなが持つことかな、うん、っていうのが出てきました。ありがとうございます。思いやりを精神、うん、思いやり精神をみんなが世界中の人が持つと、やっぱり戦争が多分なくなっていくんじゃないかということですね。うん、ありがとうございます。なんださん <coughs> 私にとって、えっとうん、戦争が起こらないように、えっと、まず、うん、自分の 精神と心が、えっと、解決しなければならないと思います。自分に平和が、えっと、あ <laughs>、まあえった、と、ら、環境にいいことをして、<laughs> そしてこの人々はうれ、えっとまあ、しいです。 <か><あ>感動しいなるほど、南田さん、とてもいい意見、ありがとうございます。あのね、あの世界からへあの世界を平和にあ、なんて言いますかね、えーと、戦争のない世界にするためには、まず自分を落ち着かせて、自分があの平和になる、平穏になることであの、やはり世界を温かく見ることができるんじゃないかというようなことですね。ナンダさん、素晴らしい。ありがとうございます。れいしょさん はい私は、はい、今すぐあのすぐに平和っていうのは難しいかもしれないですけど、えー、その過去にあった戦争を、まあ、一人一人、うんえー、事実を知って、まあ、それを伝えていくことが悲しい事実があったっていうことを知ることが大事かなって思います。うん、ありがとうございます。今日時間がなかったのであ,あまり話せなかったんですけれども実はね今みんな もうお父さんお母さんが戦争を知らない世代になっていく。でえ、私の父と母は戦争を知っていました。父も戦争の一番最後に参加しています。で、あのなので、父からやっぱ戦争大変だったというあの話を聞いているので、なんとなく戦争が分かるんですが、多分まあ、例えば、蓮勝さんのお父さんというのは戦争行ってないですよね。でなので だんだん本当の戦争の話を聞く機会がなくなっているので、どこかでやっぱり本当に戦争っていうのはひどいことだよっていうのをいろんな形で勉強して頭の中に入れておくっていうのはとても大切ですね。でしょさん、ありがとうございます。それは本当にとても大切だと思います。じゃあ、スラントさんどうぞ。あの私の考えるのはあの国際的な,的なイベントをたくさん、うん、あのやってます。 例えば、うん、オリンピックとか。うんうん、だから戦争は多分、えー、なくなるじゃなじゃない、あの、そこなくなる可能性が大きいです。そうですよね。あの、オリンピックちょうど終わったばかりですけれどもね、うん、あのあ、インドネシアも、あのインドネシアもね、あの金メダル取りましたね、二つ目、ね。金メダル取りました。はい。で、あの、日本も頑張りました。で、あの、オリンピックを見てると、なんかいつも仲が悪い国とかが一緒に戦ってる。 戦ってるそれを見ると、やっぱりあいったスランドさんが言った世界的なあのイベントがあるとみんなが一緒に集まって、うん、みんなで同じことを楽しむということはあのシェアする喜びとか楽しさをシェアするというのはとても大切ですね。あの日,本人日本語の言葉で、ね、あのプリバハサなんですけども同じ釜の飯を食う,食うっていう言葉があります。同じご飯をお同じライスクッカーおな ごはんやん、ワタン、ライスグッカ様、これを一緒に食べると仲が良くなるっていう、これなぜかというと、同じ経験をするとということなんだから社長はすごくいい食べ物を食べて、僕たちはこんな食べ物じゃなくて、社長も部下もみんな一緒の食べ物を食べると、なんか同じっていう気持ちになる、だから同じイベントで一緒に笑うっていうことはとても大切。 ということで、シラントさんの意見もとてもあのね、素晴らしいと思います。で、最後に先生は、あのもちろんあの、世界中が平和になるためにとか、世界から戦争がなくなるっていうのは、なかなか難しいけども、まず、自分の周りの人たちが、何をされたらどんな気持ちになる例えば、先生が怒る。カイキリが、ワユさんを怒る。そしたら、ワユさんがどんな気持ちになるんだろう。 という気持ちをなるべく考えるようにする。でひどい言葉を言ったらこの人は泣いちゃうよねって辛くなるよねっていうことをなるべく考えて人とのコミュニケーションをするということが大切かなというふうに今自分にあの自分で考えているところです。<laughs> ということで、はい、え今日のディスカッションテーブル「戦争を考える」ほんの少しですけれども。 あの戦争をいつも考える8月という機会ででしたの,であの月でしたので今日はみんなで戦争について少しだけお話をしました。で、来週のトピックなんですが、ちょっと関係があります。戦争に関係がある。ね、ワユさんどうぞ、来週のトピック。はい、来週のトピックは、来週のトピックは、来週のトピックは嫌いな友達というタイトルです。で あの戦争ってこれってずっと私たちのこう生活を考えたらば友達と喧嘩する時ってあいつ気に入らねえよなとかねあいつ可愛くないよなとかっていうところからなんか戦争になってる気がする。だからあの今日はすごく大きい戦争を考えましたが来週はこれをぎゅーっと執着して友達との喧嘩 どうしてあの人のこと嫌いになっちゃうのかとか、嫌いな友達はなんで私は嫌いなんだろうっていうようなことちょっとみんなであのシェアしてあの、そういうことがなくなるにはどういうふうにすればいいんだろうみたいなことちょっとあの皆さんとあのエピソード話してみたいと思います。はい。それではまた来週お会いしましょう。今日もディスカッションテーブル、皆さんたくさん話してくれてありがとうございました。また来週さよなら <laughs>